はい、どうも、ティーチャーです。ということで、今回ですけど、今回は、今日はね、金枠アイテムが確定でもらえるということで、こちらゲットしていきたいと思います。ということでね、何をやりますかというと、今回はね、サブアカでインしてるんですけど、ガチャからね、あるガチャを引くとね、確定があるんですよ。ということで、この中で、これですね、トレーニング勲章ですね。間違えた、トレーニング物資ですね。はい。こちらなんですけど、このガチャってね、最近、40連引くと金枠確定なんですよ。なんでね、これサブアカ今29回引いてるんで、あと11回引いたら金枠確定で出るんで、こちらでね、確定で金ゲットして、いいものゲットしたいと思います。はい。ということで、サブアカなんですけど、欲しいものとしては、まあ、車は欲しいね。金枠はね、弱いのしか持ってないんで、まあ、車、は割と欲しいですね。まあ、車どれでも嬉しい。からの武器だと、被って金チケになって欲しいので、持ってるのが、ここかな ?AUG と CS かな ?MP は多分バトルパスでもらえるんで、はい。そんな感じですかね。はい。まあ、その辺狙って引いていきたいと思います。よし。ということで、10連プラス1回だね。うん。で、金枠出ますんで、早速引いていきたいと思います。それでは、行くぜ。10連ボタン!おらー!来ない!全部紫!全部紫!はい。で、今39になりましたんで、これで次でね、確定なんですよね。これ意外と知らない人いるんじゃないかな。なんだかんだトレーニング、これ、トレーニング勲章をね、頑張って貯めたんですけどね。ついにあと1回ということで、多分次のシーズンには40回回せないと思うんで、今回回そうと思いました。ということで、ここで確定で車をもらうぜ。行くぜ車来い。なあ、 AUG か。まあまあまあ悪くないな。 AUG ゲットしました。なんで持ってるんで、金チケゲットしましたね。サブアカで金チケ初ゲットですね。ありがとうございます。よし、じゃあ、金チケどうしよっかな。金チケは、何に使おうかな。チケット。何と交換しようかな。ぶっちゃけね、ナスタロウくんめちゃくちゃ銃持ってるのよ。うん。なんで、なんか27とかないんだもんね。銃で。27とかのスキンはないんだけど、これ見てもらったらわかると思うんだけど、ほとんどの銃持ってるんだよね。ほとんど持ってるから。で、これはもうちょっとでバトルパス上げると、もらえるんで、うん。これもうちょっとですね。これは、もうあと4レベル上がったらもらえるんで、MP は。これはいいとして。いや、だったらまあ、持ってる武器を進化させるかな。うん。そうした方が良さそうだよね。銃器。ナッサロ君マジでこんな感じで結構豊富なんですよ。まあでも、この中で進化させるってなると、これもかっこいいし、悩ましいとこだな。これは?これも進化できるんだ。けどやっぱ一番使うのはやっぱカーじゃない？銃剣カーかな。カーにつけるべきかなと思っておりますね。つけようかな、カー。サブアカで銃剣カーにつけるってやばいよな。じゃあこれつけようかな。カーにしたいと思います。よし。じゃあ、ナスタロ君初の、インチケなんですけど、カーにつけます。はい、オッケー。レベル2になりました。ありがとうございます。よし。まあ、じゃあ、これ記念にね、装備しときましょう。じゃあ、こちら。はい、ロビーチェンジ。はい、ナスタロ君やばいな、これは。はい、ということでね、意外と皆さん知らないんじゃないかな。40連でバトルパスは金枠確定なんで、40連すると、あれなんですよね、シークレットが出るんで、まあ、シークレットの方も一応40連で武器は金枠確定。まあ、この中から確定なのかって感じになってますね。ということで意外と、まあ、知ってるようで知らないお得な情報でしたね。まあ、次のシーズンもおそらく40連で確定なんで、ぜひぜひ皆さん引いてみてください。そしてちょっと最後に申し訳ないですが、この動画ちょっといつ上がるかはわからないんで、もしかしたらもう次のシーズンになってるかもしれないですけど、そこはちょっとストック王なんですいません。ご了承ください。ということでね、ありがとうございました。引き続き動画お楽しみください。
全員集合。はい、神撃つね。何持ってんの神。気持ち悪い。テイチャってあれじゃん。は？テイチャってテイチャじゃん。え？かぶってね。かぶせてきたんだけど、テイチャ。あ、かぶせてきたんだ。そういうこと？テイチャって人うま。なめくじなすこたろうが、いいねもちこたろうが。